結局この物価高に日銀はほとんど当てにならないということじゃありませんか。そういう中で総理ご自身ですね、なかなかお立場上警備の都合があってですね、スーパーに気軽に行くわけにはいかないというのは私も分かりますが、まあ、それでもですね、一回ちょっと視察されてですね、実態の状況を把握して店長さんのお話とか買い物している消費者の方々のご意見直接聞いてみたらいかがでしょうか。おっしゃるように最近スーパーに直接行くことがなくなってしまいましたが、物価が上がっているということについては私にいろいろな形で話してくださる方はたくさんおられます。今後についてもしっかり把握しろということについてはおっしゃる通りであり、物価の状況について街の状況について、まあ、しっかりと私自身認識することは重要であると思っています。いや、行くかと、まあ、行くってことですね結局。岸田内閣総理大臣。はい、行くことも含めてしっかり把握をしたいと思います。